皆さんこんにちは、こんばんは。鹿児島はね、さっきまでね、えらい大雨だったんだけど、今ちょっとね、小降りになったんで、小降りにね、なったんで、もう今のうちにね、温泉に行こうと思って、ね、出てきました。まだ真っ昼間なんだけどね、暗いよね。まだね、2時なんで、小降りになったんで、その間に温泉に行ってね、温泉でゆっくりしようかなと思って出てきたんだけど、まあ北部九州とかね、山口、愛媛あたりもそうなのかな、なんか線状降水帯かな、がなんかできるとかできないとか、できてるとかね、そんなのをニュースでちょこっと見たんだけどね、えもうそろそろさ、梅雨も明けてほしいなって思うんだけど、まあ梅雨がね、明けたら明けたでさ、もうクソ暑い夏になるんだろうなと思うんだけど、まあね、しょうがないよね。これが日本の四季の移り変わりというかね、そういう感じだからね、自転車だから気をつけろって車が言ってるね。自転車右往来も左も往来で、だけどね、じっちゃんはね、今週はね、びっくりすることがあってさ、月曜日さ、朝起きて何時ぐらい起きたのかな、5時半から6時の間に起きたんだよね。で、まあ毎日のことながらね、それからコーヒーを沸かしたりとかしてさ、で、いろいろまたネットでニュースを見たりとかね、そんなことをしてて、9時になったんで、あ、9時になった、仕事ちょっとやろうと思ってね、思ってたら電話が鳴ったんだよ。電話が鳴ったんで電話取ってさ喋ろうとしたら声がもう全く出ない。でもね、喉が痛いわけじゃないんだよ。喉も痛くない。その風邪みたいな症状は、その自覚症状は全くない。ただね、喋ろうと思ってね、声が全く出ないんだよ。と思ってね、焦って、で、やっとその電話をしてきてくれた相手にね、やっとの、もう本当のかすれ声っていうかね、やっとなんか言葉になるかならないかの感じでね、ごめんなさい、声が出ないからって言ってね、大丈夫かって言われたんだけど、声が出ないからごめんなさい、喋れないって言ってね、電話切ったんだけどさ、で、まあ急ぐ用事だったらね、メールでしてもらえませんかっていうのことを言ったんだけど、まあ言ったってね、もう相手に分かったのかな、もうほんと声が出なくてね、焦ったよね、じっちゃんね。全くもう生まれて初めてだったね、ああいうことはね。で、まあそういう時に限ってね、電話来るわけだよ。で、とりあえず来た人にはもうメールとかね、あのダイレクトメールとかさ、そういうので、ごめんなさい、声が出ないんで、あの緊急だったらメールでね、対応させてくださいっていうのを送ってさ、あれしたんだけど、で月曜日はね、全く声が出なかった。で、
火曜日になってやっと一生懸命ね発音っていうかさ発音練習したんだよ。発話練習とか発音練習っていうかねやったんだけど、わあ上の駐車場はいっぱいだな。これ下の駐車場であれ傘のしてたっけ。もうそんなんでね一生懸命月曜日はねどうやってもね声出なかった。で火曜日になってやっとかすり声が出てさ出てさとか出せるようになってでわあどうするかな。マフロお風呂に入るから別に濡れたってねいいんだけどね。なるべくこっちの近くに止めよう。近くに止めよう。よいしょ。やっぱりねあれだよね、生まれてさ初めて経験するっていうのはねやっぱパニクるよね。で火曜日はねかすれ声やっとなんとかかすれ声の声が出るかなぐらいだった。で水曜日になったらなんとかかすれ声でも電話でなんとかね相手に事情を言って会話ができるぐらい。まあ向こうはね聞き取りづらかったと思うんだけどさ。でまあねだってしょうがないからさどうしようかなと思って病院行くかなとか思ってたんだけどまあね日に日に良くなっていくんで、まあ、大丈夫なのかなと思って。他にねどうってことないんだよ他の体はねどうもないんでまあいいかと思ってねもうそのまま病院も行かずにねやって昨日ぐらいから昨日っていうと土曜日かあ金曜日か昨日は金曜日になってまだ本調子じゃなかったけどまあ別に問題ないぐらいのね声は出せるようになった。で今日は土曜日だよね。土曜日はもうあれだったんだよ。どうってことないね。どうってことないというか普通通りに声も出せる。あとはねそれとね先週は予防接種のね予約も取ってたんでさそれにも行ったんだけどもう別段どうもないから声がねちょっとかすれてるぐらいだからまあなんてことないかなと思って行ったりしたんだけどね何だったんだろうね。これねびっくりするっていうかさ焦るよね。声が出ないとね電話が来たってメールとかそんなのはねパソコンとかスマホでさポチポチと文字を打ち裂いたら大丈夫なんだけど声がね出ないんでね仕事の電話とか来てもさ理由を言ってね申し訳ないっていうもう言うしかないんだよ。どうしようもないからね。はい、ということでね雨がねちょっとまだ降ってるけどさ目の前が温泉なんだけどねちょっと急いでね濡れながらでもいいから傘は乗ってなあ乗ってるね。まあでも傘をね刺すほどでもないと思う。そこの道路をもう渡ったらねエレベーターに乗り込むだけなんで
はい、ということでね、今週のね、じっちゃんの近況報告でございました。だからね、ビデオも撮れないわけで、もう全く撮れない、もう声が出ないんでさ、まあどうしようもないよね。まあねえ、チャップリンみたいにさ、チャップリンの無声映画みたいにね無声でね、テロップ入れて文字を打つことはできるんだけど、まあでももうそんな気分にもなれなかったね。まあね、雨がねひどいみたいだよね。北部九州は本当ニュース見ると大変みたいなんでね、雨が降ってるところの方はね、お気をつけくださいということでね、じっちゃんは今から温泉に行ってきます。以上、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。